京急特別塗装車の飛ぶクロブに車番が掲出されました。京浜急行電鉄は今月19日に2100型ブルースカイトレイン、今日29日に1000型イエローハッピートレインの飛ぶクロブに車番ステッカーを掲出し運転を開始しました。京急車両では今月11日より飛ぶクロブに車番ステッカーの形出が開始しました。これはホームドアの設置拡大により 従来の車番が見えなくなるため実施されます。ホームドアについては、5月下旬に、日の出町駅で稼働が開始する予定で、今後、京急東神奈川駅にも整備される予定です。これで、4月29日の経営 B ニュースを終わります。